はい、2024年4月7日川崎記念競輪最終日決勝12レースの予想をしたいと思います。並びですが、神奈川2社、郡司に佐々木真也で、熊本2社、神奈川に松岡ですね。で、東北に新山に佐藤慎太郎で、近畿で古性に山田久則で、愛媛の松本が短期という細切れになっています。準決勝で期待が沈んでしまったんですけれども、結局前受けから増杉が来て、最初九州が来て突っ張って、九州は引いて、でその後増杉がさらに抑えてきて、そこも突っ張って、番手 の郡司があそこは引くと思ったんでしょうね。で郡司は引いたけど、期待は一人で突っ張っていって、増杉とずっとガチガチやって、もがき合ってたっていうような状況で、そこもすんなり引いて3番手だったら、いいレースになったかもしれませんが、そこは期待の、意地というか、あそこは突っ張りたかったんでしょうね。で、郡司も番手に張り付いてたら、もしかしたら増杉ラインが外に浮いて、なんかもう少しまた違う展開になったかもしれませんが、結果としては郡司が、中段から自力で踏んで勝ち上がりって感じですね。あとは他は神奈川がすごいいいレースっていうか強いレースをしてて、古性が3番手にいたんですけど、神奈川が8番手からホームすぎからまくっていって、もうスピードよくまくりきって、故障も合わせきれずに2着までっていうレースでした。はい、そうですね、新座も突っ張って、ただ逃げ切ったんですかね。はい、ということで、このメンバー的には先行するのは新座とかね、あたりなんでしょうね、おそらく。で郡司、神奈川、故障らがいい位置取ってまくるみたいな、はい、誰が新座の3番手を取るかっていう感じでしょうか。はい、で周回で一応郡司が前受けで、後ろに熊本がいて、新山がいて、古性、松本がいるというふうに想定します。はい、でどうなんでしょうね。新山が前に行きますよね。古性が先に切るのかもしれないんですけど、例えば早めに古性が切って、でその上を新山が叩いたら古性3番で取れる。でそこで郡司が粘って3番で取り合うかもしれないですけども、こんな感じになるかですかね。こうですかね。で、赤番から打掌 で、ここは、どうなんでしょうか。神奈川はなんかこの準決勝の足を見てると、僕は位置どこでもいいですよみたいな気持ちでいるかもしれませんね。自分のタイミングで踏めば、まくれるどうかな。新山の逃げだったら分かんないですけど、そんなに位置はこだわらないのかもしれない。どうなのかな。でも郡司、古性いますからね。ここで無理してガチガチやるよりは、自分のタイミングで仕掛けたいというところでしょうか。はい、で打掌ホームで結局新山が逃げて、どうですかね、郡司と古性。古性意地でこんな感じで取るんでしょうかね。で神奈川が早めにスパートしていくっていうのもね、ありますよね。ホームから仕掛けるか、打掌から行くのか、ホームからですかね。どうなのかな。隊列としては新山、佐藤がいて、3番手古性、郡司、これ前後微妙ですけど、はい。
で、カナガがホームから仕掛けますと。はい、まあ、松本はちょっとやっぱり力が1枚落ちるかなという気はするので、ちょっと対象外としておきますが、そうですね、うん、はい。で、この感じでバックに来て、まあ、カナガが準決勝みたいにスーッていってたら優勝なんでしょうけど、今回新山が逃げてるし、ね、前の佐藤慎太郎もいますし、まあ、古性も準決勝でちょっと神奈川に合わせきれずにまくられたんで、そこがやっぱり対策してくると思うんで、早めに仕掛けるかもしれないですね、もっとね。したらちょっと神奈川、ここに軍司もいますし、その上をまくっていくってなかなかしんどいかもしれませんね。いやー、でもこのメンバーだったらやっぱりこの位置だったらやっぱり古性が勝ちきるんですかね。うん、そんな気しますけども、だから古性が突き抜けて前の佐藤慎太郎と軍司の2着争い、新山が粘って3着で、あとは山田あたりとかな。まあ、そうですね、カナが、うん、まあそうしますかね、はい。だから古性優勝、うん、まあちょっと準決勝のカナがにあっさりまくられて2着っていうのを見るとちょっと心配ではあるんですけど、やっぱあれを見て決勝ではやっぱ修正してくるんじゃないかいなと思うので、古性に期待したいと思います。はい、結論ですが、西社丹古性の優勝で、佐藤慎太郎と軍司の2点で、3連単も古性から佐藤軍司の2、3着と、3着に新山山田久則を追加するという感じでいきたいと思います。そうですね、期待が決勝乗れなかったのはとても残念なんですが、そうですね、期待がいなくても軍司が自力で優勝できるかっていうところはちょっと気になりますが、まあ、ここは古性の自力に期待します。はい、そうですね。ということで、川崎記念競輪最終日決勝12レースの予想でした。チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。それでは。